8割の日本人が洗脳されている目覚めよ日本人日本人の覚醒が世界を変える激ヤバホンタウシリーズ依存症の恐怖についてお話をしたいと思います これはね、僕の体験談に基づいて話をするんですが、依存症というとね、えー、まあいろんな依存症がありますね。僕の場合は、アルコール依存、いわゆるアルコール中毒者。 えー、アルチューというそういうううそ依存症でした一般的に恐ろしいものではねいわゆる麻薬中毒、えー、覚醒剤中毒のような恐ろしい依存症というのも、えー、皆さんね、えー、すぐに頭に浮かぶんじゃないかなと思いますそれだけではなくてね実はねギャンブル依存症っていうものがあるんだよねまあ本当に賭け事であるとかそれからパチンコも実はギャンブル依存症の一つなんだよね それほど厳しくないようには見えるけれども依存症の一つとしては買い物依存症というものもあります。 これはね全部ね依存症なんだよねそれからねこれはまた別なところでお話ししようと思いますが砂糖の依存症というのもあるんだよねとにかく依存症というとねいろんな依存症があってあまりにもね依存をしすぎると生活や経済的な部分で破綻をきたしていくっていうそういう怖いところがありますえいろんな依存症についてまあケースが違うので対処方法であるとかそれによってどういう いうことがもたらされるのかっていうのは全く違うのでこれに関してはすべてについて語ることができませんなので今日はねまずね僕が体験をしたアルコール依存症についてどういうことを体験してそしてそこからどうやって脱却してきたのかという話をしたいと思いますまずね 僕はね無類のお酒好きでもともとまあ自分の父親と母親の方でいうとね、まあ、父親方はあまり強くないんですけど母親方の方はね割とお酒が強い、えー、そして僕はその中でも、まあ、仕事的にもねお酒を飲んで仕事をするってことがすごく多かったのでどん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 、えー、仕事を通じてお酒を飲むようになってい で知らずのうちにアル中になっていたんですねアル中になったっていうのがね分かったのは僕がね「ホンターの先輩」っていう本にも書いてありますが今から約15年前に僕が離婚して離婚のショックでね心が苦しかったからそこから逃れるためにお酒をいっぱい飲んだんだよね本当に恥ずかかししいことですが離婚したからね。 まあ経済的ににもも非常に苦しくななったのでもお酒をやめられないそうするとどうなるかっていうとね離婚する前を仕事で成功していた時はすごくね高いお酒をいっぱい飲んでたんだよねシャンパンであるとかワインであるとかね特にシャンパンなんかねプチ金持ちだった時があってその時はねものすごい高いシャンパンをいっぱい飲んでたんだよねところが お金がなくなるとどうなるのかっていうととにかく酔っ払いたい何かから逃げたいっていう気持ちになってコンビニでね一番安い焼酎を紙パックのやつあれを買ってきてそれを飲んで気を失って寝るみたいなねそういうような状態になっていったわけなんです。 その時に僕のすごく親しくしている30年近くね一緒に仕事もしてきたしプライベートでもねいっぱい一緒にお酒を飲んで楽しくしてた友達の中にアルコール依存症に関してもね非常に詳しくてアドバイスができる友達がいたんです。その友達に、ね、相談をしたんだよね。 と周りから指摘をされるんだけど僕はアル中なのかなどうなのかなっていう話をしたら「マル、ま、ちゃん今どんなくらいにどういうふうにお酒飲んでる?」って聞かれていろいろと答えたら「マル、ま、ちゃんそれはやばいよ相当末期なので悪いこと言わないから、まあ、紹介状を書いてあげるから栗浜病院に行ってきなよ」って言われたんだよね。 その当時は僕は東京に住んでいたので関東エリアでいわゆる依存症の一番の専門病院がえ神奈川県久里浜にあるね久里浜病院というところがあるんですがこれがね薬物依存とアルコール依存を中心に処方しているそういう病院だったんだよねそこに行きましたすごく混むということだったんでえと受付前から行った方がいいよって言われて行ってえそこでえ丸1日検査をしたんですね 検査だけで3 4時間くらいかかかったかな。何をやるのかっていうともちろん血液検査であるとか CT スキャンであるとかそれだけではなくて。 でいろいろとね問問診診ををするんだよね1時間くらいかけてししました、えー、どういうね問診をするのかっていうと「あなたはいつからお酒を飲み始めましたか?」とか言われて「僕は、えー、10代の時から飲んでました」みたいな話をすると「その時にはどういう種類のお酒をどのくらい飲んだんですか?」とかねものすごく細かく聞かれて「いや覚えてないです」とかっていうとね、えー「頑張って思い出してください」って言ってね思い出すまでねずっと待ってそれを。 やっていってたらねだん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 思い出していってあこういう時期にはこういうお酒を飲んでいたどういう飲み方をしていた誰と飲んでいたっていうような話をしていくんだよねその時に分かったことがあったんだけどアルコール依存症になるためにはねただお酒をいっぱい飲むということではなくてその背景にどういう心理描写があるかっていうことがあるんだよね。ななぜ僕がお酒をそこまで飲むよううになったのかというとい実は 成功体験と結びついてるからなんだよね僕は仕事でねディレクターをやったりプロデューサーをやったっていう時があってクライアントや仕事仲間といいお酒を飲むと仕事がねうまくいくっていうそういう側面があったんだよねお酒をクライアントと一緒に飲んでそこで信頼を得てそれでいっぱい仕事を発注してもらうとかね それからお酒を飲むことによって自分の大切なスタッフと非常に気持ちが通じていくとかねそういう成功体験とお酒を飲むことが結びついてるからやめられなくなるんだよね。 お酒を飲むのをやめるとそういう成功体験がなくなるんじゃないかっていう恐怖みたいなもの若干あるんだよねもちろん成功してた時は美味しいお酒高いお酒、えー、美味しい料理と一緒に食べてたりする、えー、お酒を飲むと女性にモテるとかね、えー、そういうような体験もあるから、えー、そこまでお酒を飲んで、えー、成功してる人はやめるとね楽しみがなくなるというそういう恐怖があるんだよね ところがどん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 この依存症になっていくとね依存症ってね初めはね量が少ないのでもね量が多くなっていくのアルコール依存だけじゃなくて薬物依存もそうですねそれから砂糖の依存もそうですね 砂糖依存もね砂糖をとりすぎると太っていくっていうそういう側面があるんだけど砂糖が入っているお菓子であるとかスイーツを食べるんだけど最初はそんなに多く食べないのがだん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 これがね足りなくなってきてたくさん食べないといけなくなってくるわけさ。 例えば僕もね甘いものも好きなんで食べるんだけど昔ねハーゲンダッツっていうとこのねクリスピーサンドっていうさウェアハウスみたいなのでサンドイッチになってるやつだよね初めて食べた時ねうわこれすっごい甘くてこんなもんちょっと1個食べるの大変だなと思ってたのが慣れてくると一個食べてても足りなくななくくくるるらいになってくるんだよね最初は全然足りていたものがだん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 足りなくなってくるんだよね。 これが依存症の怖いとこなんです。なぜ僕がお酒をやめられないのかということが、まず精神的な背景にあることがまず分かりました。検査が終わって、実際に診断を受けるということをやるんですが、ドクターが2人つきます。まず最初に内科医のドクター、それから精神科医のドクターがつきます。それでどちらのドクターにも言われたことが何なのかというと、あなたは、 このままお酒をやめない生活を続けると3年後に死ぬ確率は80%ですって言われます、ね、半分脅しもあると思いますけどね、えー、死ぬ、えー、2つの要因があるって言われたの一つはね20年以上ねお酒を大量に飲み続けてたから糖がものすごい体の中に蔓延していて糖尿病になってたんだよね糖尿病というとね合併症というものがあって糖尿病が原因で死ぬっていうのがまず一つ そしてあと半分は気が狂って死ぬって言われたんだよ突発的に自殺をするつもりじゃないのが自殺をしたりするんだってそういうことが起きるって言われたんだよね実は過度のアルコール中毒というのはほとんど薬物依存と一緒なんだよね覚醒剤中毒患者とほとんど変わらないっていうことが後から分かっていくわけさ結局どうなったのかっていうとあなたは この状態で辞めるためには、入院をしてくださいって言われたんだよね。どのくらい入院したらいいんですかっていうと、大体2ヶ月から3ヶ月の入院が必要ですって言われたんだよ。一人でね、辞めることは無理だと。 やめるための薬も処方するし食事療法もするし場合によってはベッドにくくりつけるそこまでしないとあなたはやめられませんって言われたんだけどその時は独身だったしここで入院なんかしちゃったらさ仕事ができなくなるわけだからお金も入らなくななくるわけじゃないだから僕は自分の意思で何とかやめますって言って入院をするのを拒否したんだよね。まず一番最初とにかく頑張って飲むのをやめた 飲むのをやめるるとねね禁断症状が出るんだよ、ねえー、人によって禁断症状っていうのはどうも違うらしいんだけど僕の場合は一番最初はまず大量の寝合わせをかきました本当にねバケツでバーンってね水をかけたくらいのもう布団もぐちゃぐちゃ着てるパジャマなんかもぐちゃぐちゃで何度も何度も下着を取り替えたりとかしてそれで寝てるでその後どうなるのかっていうと今度はねもう低体温になって寒くて寒くてしょうがない状態になるんだよね。 やるわけさその状態でも我慢してやってたらその当時僕は東京に一人暮らしでワンルームマンションにね住んでたんですが夜中にね12時過ぎだったんだけどピンポーンってドアのチャイムが鳴るんだよその時ねお付き合いしてた女性がいたのね R 中から脱出し,しようっていうことをお付き合いしてた女性にはお話をしてたので彼女が心配して見に来てくれたのかと思ったんだよねでも 夜中の12時過ぎだよドアを開けて見たら誰もいないんだよねなんだこれって思っただって明らかにピンポンって聞こえるんだよ音がこれ幻聴ですねそれであなんか俺ちょっとおかしくなったのかなと思ってその当時は僕はワンルームなんだけどメゾネットでね1階は仕事部屋になってるんだけど中2階に僕は寝ていて夜中の多分1時過ぎだと思うんだけどなんか変な気配を感じて。 1>, 1階の仕事部屋を見たんだよねそしたら真っ暗な中に人が立ってんの部屋の中に人が立ってんだよ「うわ!」って「なんだ!」明らかに立ってんの男の人でした足もあったでも見たら恨めしそうな顔してこっち見るんだよね「う,うお金かねと思って「やば!」と思って布団かぶってこうって言ったら上からねなんかね覆いかぶさってくるようなね気配を感じるわけ やばいと思ってこれは「うおなんだこれは悪霊か」みたいな感じで「やば」と思ってそういう幻聴幻覚、えー、そういうものを見るんだよね結局アルコール依存も依存症なんだけどかなり極度な中毒症を脱出しようとすると幻幻聴や幻覚までその時に僕はある、えー、仕事のお手伝いをしてたんですね。 非常に、えー、かなり、えー、いい乳酸菌を、えー、販売するっていうね、えー、販売代理店のいろんなセールそのためのコンテンツを作ったりとかね映像を作ったりとかする仕事をしてたんだけどそのね乳酸菌をもしかして飲んだらいいんじゃないかってねとっさに思いついたんだよねその幻覚を見てる時にその乳酸菌結構高い乳酸菌なんだよ1本ね1円くらいするのかなそいつをね一気にね10本飲んだんだよね そしたらねなんとなく自分の精神的に落ち着いたのかなのか分かんないけどとにかく幻覚はその時は消えたんだよこれはもしかしたらこの乳酸菌効くのかもしれないその乳酸菌をとにかく飲んだらこのアルコール依存から脱出できるんじゃないかと思ったわけで次の日にその乳酸菌の会社の社長さんに電話をしました、えー、女性の社長さんなんなですが 大変、えー、本当に恥ずかしい話なんですけど社長ちょっと相談聞いてもらえませんでしょうか実は私はアルコール、えー、依存症でかなりの極度な中毒者で実は幻聴幻覚を体験したんですで,でもこの乳酸菌をいっぺんに10本飲んだらこの「幻聴幻覚が一旦収まったんです。 だからこれをアルコール依存をね脱却するためにこの乳酸菌を毎日10本飲みたいと思ってるんですけどえ残念ながらお金があまりないえなのでえ会員の方は少し割引で買うことができるって話を聞きましたので少し定価よりも安くえ譲っていただけませんでしょうかって言ったんだよね電話でそしたらねその社長がね黙り込んだの電話口の向こうで「いやーなんかまずいこと言ったかな」 自分は本当になんか信用を失うようなことを言ったかなと思ったら、えー、しばらく無言の後に社長さんはこういうふうに言ってくれたんです合コンさんあなたの気持ちをわかりました実は私の父は大好きな父がアルコール中毒者だったんですそして大好きな父だったのにすごく優しい父だったのにお酒を飲んで人生を踏み外したんですアルコール依存の大変なことを知ってます なのであなたのことを応援してあげたいと思いますので「一日10本を3か月分無償で提供します」って言われた「無料だよ!」「その代わり約束をしてください」「これを飲む代わりに私は一生アルコールを飲まないように誓います」っていうふうに契約書を書いてくださいって言われて僕はそれで「ここで自分はアルコールをやめなければ人生はもう立ち直ることができないな」 と思って僕はその時に断酒をしたんですですもちろん苦しかった、えー、だけどその社長さんと僕との約束絆があってそこでやりきれなければね僕は人生はもうおしまいになると思っただからそれでやることができたんだよねそこから5年間すごい苦しい思いをしたけど5年間全く一滴もお酒を飲めない談笑をすることに成功したんだよね でもその後5年後には新官になっていて原村っていうところにね移り住んでそこでねふと思ったんだけど自分に言い訳だったんだけど「日本酒はおみきと称してこれはお酒じゃない」と神様に献上する飲み物だから日本酒だけはいいんだということにして日本酒だけは少しずつ飲んでもいいだろうと思って飲んだんだよね。自分の意ででやめるることができるから大丈夫だ その代わり自分に制限をかけたのはビールであるとかワインであるとか、えー、焼酎であるとか一切飲まない、えー、僕が飲むのはおみきだけだという縛りをつけて飲んだんだよねでもこれもやっぱり飲み始めるとだん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 狩猟が多くなってきて最後は、えー、僕の大切なチーム1000%のね仲間から「丸先生やっぱり。 お酒を飲みすぎでいろいろと周りの人にね不愉快な思いをさせてるみたいですよとれは丸先生ここでもう一回断酒をしてくださいっていうふうに言われたんだよね最初はねそんなこと言ったって俺は大丈夫だよと思ってたんだけど断酒する決意をしました断酒するってなぜもう一度決意できたかというとこれはチーム1000%のナイスガイと じゅんじゅんという僕の大切な仲間がいて彼らと約束をするってことができたから断証できたんだよつまりね、えー、依存症から脱却するための一番重要な問題は何なのかというと自分の心に折り合いをつけるということとそしてやはり一人ではなかなか難しいんだと思う自分がすごく大切に思っている人 その人のとの約束を破ったら自分は本当に人間としてダメになってしまうんだというところまで覚悟を決めるかどこなんだよね今日はちょっと長い話になってしまったけどこの依存症で苦しんでる人たちはたくさんいると思うんだよね。僕の場合はアルルコール依存でした中にはね薬物依存になっている人もいるでしょう。 中にはお砂糖で依存してどんどん太ってしまって痩せることができないという人もいるでしょうそういう人たちはどうしたらいいのかというと重要なのは二つポイントがあるということだね一つは自分自身の中の心に折り合いをつけるそこに対して覚悟を決めるということだねもう一つはそれを約束をするだけに値する大切な人がいるかどうかなんだよ 僕の場合はそういう社長さんでした一人目はね二人目は僕の仕事仲間でもあり僕のプライベートな部分でも一緒にね楽しく遊んでくれたりしてくれる仲間でしたそういう人がいるかどうかなんだよねだからもしあなたの家族や それから大切な人が何かの依存症になっていてそこを脱却をしたいと思った場合はあなたが大切な人になってあげるしかないんだよね。大切なな人人ににってててあげそその人に覚悟を決めてもらうそういう会話をしてていくっていうことしかないんだよ。今日は僕のアルコール依存の体験を通じながら話をしました。で僕はね 個人セッションということでいろんな人の相談を受けたりもしてその悩み相談に対して回答するっていうそういう仕事もしてますもしこれを見てて自分はね何らかの形の依存症があるというようなね人がいたらぜひね事務局を通じてコメントをしてくれたらありがたいなと思います、えー、僕は薬物はやったことがないので薬物に関しては分かりませんがアルコール依存に関しては、えー、自分がね 一回。 完全に5年間談笑したっていうことがありますし、談笑のまだ始まったばっかりですが、自分でアルコールに関してはコントロールするように、人生の中でね、するようにっていうもう覚悟を決めてますので、例えばよくね、アルコール依存の対策の会議とかね、協会みたいなのもあったりするっていう話を聞いてます。そういったところでね、もし必要とあれば、ボランティアでね、行って僕の体験談を話をするとか、そういうことをしてもいいなと思ってます。そういうい社会貢献も するのもいいんじゃないかなと思ってます。ということで、えー、ちょっと長くなりましたが、最後までね、僕の話を聞いてくれてありがとうございます。ということで、良、えー、かったと思う方は、ぜひ、高評価ボタン、そして、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。じゃあ、激ヤバ本当シリーズ、これから、いろいろと出していくからね。また見てくださいね。じゃあ、また 問い合わせ、連絡先はこちらまで。info.yazaka.369.atmark.gmail.com ぜひ、連絡待ってまーす